ュマロ。この配信1時間ぐらいします。だから15時半ぐらいに配信終わって、めっちゃ晴れとる。そうなんよ、15時半ぐらいに配信終わって、で、夜、ね、またちょっと仕事というか用事があるので、それをやってきて家帰ってきて、20時半とかからまた配信をします。またおもてーたさん、ワンタワーありがとう。なともさん好き、ありがとうございます。はい、この時間洗濯物を畳みたいと思います。山田さん、スペシャルクッキーありがとう。東京雨すごかった、マジ。昨日広島も降っとった。もともはやってたさん好き、ありがとう。仕事休憩中です。あ、仕事頑張ってね。めっちゃ晴れとるね、画面が晴れとるのを物語っとる。自然光アンナです、よろしく。さっきはレッスンをしてきまして、香川のね、レッスン香川でね、3月寝起きじゃないですけど、あの3月、21日に香川でイベントがあるんですけど、そのレッスンをしてきました。そして皮膚科に行ってきました。13時まででマジギリギリで55分に行った。絶対皮膚科の人嫌だっただろうね、けどまあ間に合ってるしね。行かせていただきました。グラタン、あそこのグラタン食べたの違う、グラタンいいの。私とグラタンがいっちゃん好き。花粉やらいで過ごしやすい。あ、そうなんだ。今日私朝起きたらやばくてさ、くしゃみ止まらんくてさ、でも鼻水も止まらんくてさ、レッスン中もさ、なんか目かゆいし、鼻重いし、頭重いし、なんやくんって思ってた。楽になってよかったね。最近お肌のコンディション悪い。ここがね、なんかね、ここも今までずっとあんまならなかったの、ここがね、なんかね、なったの。こっちも、こっちとこっち両方とも、だから花粉かな多分。謎に、ほらこっちが一番赤い。ほらここわかる、こことかは全然赤くないんだけどね。悲しいだけ。あのグラタン食べたい、美味しいよ、美味しかったよ。そう言ってほしい。ユヨートじゃないか。しんちさん、またありがとう。木綿豆腐さん、クッキーありがとう。あんまり晴れてないのに花粉やばくてティッシュ一箱になりました。あら、買いに行かなきゃ早く。買いに行ってる間なくなっちゃうね。行く途中で。そう、花粉の時期荒れるよね。かわいい、ありがとう。カストルさん、クッキーありがとう。コキンさん、クッキーありがとう。マルタマちゃん、スペシャルクッキーかけじゅうありがとう。スペシャル、うわー、大好き、ありがとう。トッキー、クッキーありがとう。9枚目 CD の予約ポスターを作ってお店に貼ります。ありがとう。お客さんに見てもらえると嬉しいね。で、今は洗濯物畳んでます。プラスあと10分後ぐらいに、10分後かなに洗濯物ができます。そして今洗濯しているものは私服を洗濯してて、その普段着るものじゃなくて、なんか特別な私服たちを今ねまとめて、おしゃれ着っていうね、そのなんか洗濯機の設定で洗っているので、ちょっとちゃんと干さなきゃいけないっていう、配信中なのに干すという作業をしてしまうことになります。まあご了承、まあまあ私のファンの方は慣れちゃうもんだって感じかもしれないんですけど、ご了承ください。この間リゾートしたけど、アナちゃんファンが集まってそうで混んでにした。そうなんだ。じゃあ次の機会ぜひ。ユミゴンさん、マシュマロありがとう。50万ポイント達成で、焼肉じゃないのよ、50万ポイントは。50万ポイントはあれなのよ、なんかスパだっけ、なんかリラックスできるやつ。でも自分は別にリラックスするやつね、なんかね、ギフト券でどんなんだっけな、なんかね、あるの。タブレットどこ、タブレットどこ、埋もれてるかも、洗濯物埋まれてた。今日のイベントは、今日はね、なんもないよ。今日はね、そのイベントのためのレッスンがいっぱいあります。今日1個のレッスンを終わらせてきました。マイピー、野球ボールありがとう。クッキーもありがとう、スペシャルクッキー。
ショウルム、ファイルもう開かなくなってる。ファイルが開かなくなってる。なんで悲しいや。うわ、くしゃみ出そう。ムズムズしてきた。開きれなかった、悔しい。なんで？そうね、今日からマスク自己判断になりましたね。そうね。ああ、開かないよ。保存期間が終了したまま、ああ、ダメだった。見れなかった。ひろしげさんクッキーありがとう。またホテータさんクッキーありがとう。もう一品、なにこれ、花の冠ありがとう。こんなあるんだ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。今日花うがい買おうとしたんだけどさ、見つけれなくてやめた。今日ちょっとだけ薬局に行ったのね。薬局？ドラッグストア行ったので、私初めてアレグラ買いました。今までずっとマネージャーさんにもらってた。とうとう買いました。アメールにグラタンツイート完了。見るね。アレジオン派なの？そうなの。タンポポさん、スペシャルクッキーありがとう。聞きたいこと、今みんな何してるの？あれぐらい一番大きいの結構高い。そう、私14日のやつにした。1日分で100円もするの？そうなの、あれぐらい。そんなのマネージャーさんからたかってたんだ、私。やば。そんな高いんだ、知らなかった。ね、何も思わず買っちゃったよ。値段見ずに買っちゃった。なんかお金持ちみたいな買い物したけどさ、あれぐらい買いたい気持ちしかなくて。休憩タイミングで配信見れて嬉しい、ありがとう。夜も配信する予定だから楽しみにしててね。仕事柄無限に手に入る。薬局？薬局って薬剤師さんですか？昨日、まあなんかの配信のコメントでもそう思った。なんかそういう系なんかなって思ったけど、どうなんですかね。まだ花粉薬に頼ってない？ね、なんかね、ちゃんとしたね、なんか薬局じゃない、なんだっけ、処方されたね、薬、マジで私めっちゃ眠くなるの。そうだから、アレグラはあんま眠くなりにくいからいい。まあ聞きやすさとかはね、断然そう、処方されたやつなんだろうけど。吉かなさんクッキーありがとう、ありがとうございます。しおりさんクッキーありがとう。ちびかでもらってん、聞かない。でもね、結局はね、結局はもうね、ね、花粉がなくなったらいいだけなんだけどね。お、こんにちは。
しおりんさんハートありがとう、好きありがとう、ありがとうございます。こんにちは。このトゥルルル、このんこのうえすげえ。太郎さんマシュマロありがとう、ありがとうございます。もう洗濯も畳まなきゃ、洗濯も畳まなきゃ。まずその前にもうみんな私怒って、でも私洗濯物溜めてないからね。これね、洗濯物をさっきできて、さっきレッスン帰ってきたらできてた。そうだから偉いのよ私、畳んでるの偉い。そうだよ、褒めてほしい。チャ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 ララララ、チャ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 ララララ、チャチャチャ。間違えてね、いつも使ってる帽子ないなって思ってたの。じゃあ洗濯してた、しかも乾燥機かけちゃってさ、アイロン当てなきゃ、悲しい。自分ガサツだから送れないよ。ほら見て、ほら洗濯しちゃった、悲しい。ほらなんかふにゃふにゃしてる、悲しい。しかも乾燥機かけたからアイロン当てなきゃ、悲しい。ないなって思ってたの、ワンチャン洗っちゃったかもって思ってたの。劇場版の発送メール来た、明日フラゲ日だ。え、そっか、そうじゃん。なんかさ、実感湧かない、実感湧かないけどさ、ね、実感湧かないけど、なんかなんだろう、なんか CD とかも私の家に届いたりとかさ、メンバー特権のとかさ、なんかそう、もう来るんだなって思う。しばらく会えない時のその感じでふにゃふにゃしてます。ああ私ずっと、うん、嬉しくてもふにゃふにゃしてる、ずっとふにゃふにゃしてる。休み時間ありがとう、頑張ってね。水行さん初見ありがとう。シティフォーテート2期生の川本アンナです。仕事頑張ってね。鳥山さんありがとう。洗濯ためないのほんま見習いたい。いや全然ためてたよ、ちょうどね、ためない週が回ってきてただけ、ちょうどやったね。これで追いつけると思うじゃん。でもね、明日からね、ちょっと東京デーだからたまります。でもこれはしょうがないことだから許してほしい。でもみんな許してくれる、だから誰が許してくれないかっていうと、私の心、私の家の家主が、家主いないけど。夜何時ぐらい配信するかな、何時かな忘れた、20時とか20時半かどっちか。ピー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 、こんにちは。靴下ってさ、洗えば洗うほどどんどんさ、なんか結構履いてました感強くなっていくよね。あれ嫌なんだけど、でもしょうがないのか、新しいのどんどん買うしかないのかな、うん、あ、またさこれ1個足りないんだけど、なんでなんよ。お昼もう食べた、お昼食べてない。でも配信終わったら食べるよって。
その時間の配信設定です。そう、明日店長もうちょっとで完売になりそうだよ。みんな完売させたいな。だから来てください。一人3枚までなので、ぜひ。そして今日はね、22時にねダンス QR ビデオが公開されます。あの、素晴らしいです。ぜひ楽しみに。靴下もなんかおかしいしさ、見て靴下、この3種類がさ一足ずつしかないんだけど、どこにあるの。ありえない、なんでこんなことになるの。誰が靴下食べた。そう、22時からの QR 動画ぜひ見てください。明日から楽しみ、ありがとう。なんでなんの、言い方かわいい。面接に伺います。お、面接するね。じゃあ、そう、ヘロヘロになっちゃった。食べたの見つかった？飲み込んじゃった？口の中にある？どっち？口の中にあるもや、だいぶやばいか。ちょっと一旦タオルも、タオル置いてくるわ。俺食べた？みんな食べるじゃん。分けて食べたの、みんなで。本当に靴下落ちてるかな。なんで3足もないんやろ。3足って言っていいのかどうかもわからん。あと3分で洗濯物できるよ。うわーい、落ちてない、落ちてないんだけど。なんで、なんでなん、くー、なんでなん、マジなんでなん、なんでこんなことが起きるのかな。なんでそんなことが起きるのか、ちょっと私にもわからない。悔しい、悔しいよ。なんで？明日から、明日こう、明日なんですっけ。あ、店長ね。じゃあこうですね。で、よし、明日店長、一応で、靴下でしょ。靴下、靴下、靴下、靴下用意して、あ、靴下一足発見。落ちとった。これでしょ、これで、これで、こうでしょ。これはパジャマでしょ。あったかい靴下でしょ。でも、もうそろそろあったかい靴下も卒業できそうで嬉しいなって思うでしょ。で、ヒートテックはもう多分着ないでしょ。よし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 。そして洗濯物ができた。あら、靴下一足見つけた。クワスいるやん。そうなんよ、アナちゃんの激ヤマお話し会楽しみすぎて寝れないかも。え、何それ、激ヤマお話し会って、何それ。フローザさん、ありがとう。クッキー、ポケモンパン買った。ポケモンパンってさ、今あるの、まだある。なんかさ、あんま見かけない。てかスーパーに行かないからか、パンコーナーに行かないから。なんかウサギちゃんたちが今全員いなくなった。置いとくね。クワス、ここにもクワス。私二十歳になってからレッスンとかも前髪をちゃんとしていくっていう目標を立ててますが、できていません。でも今日は皮膚科行くからしょうがないかなと思っちゃって。そう、クワスのヘアピン、そうね、思ってる。しかも今日も髪の毛何もしないでさ、何もしないで行っちゃったんだよね。あれ、おかしいな。目標、まあ目標だから、まだできてなくても大丈夫。まだ二十歳になったばっかりでもないけど、ばっかりですからね。
まだしょうがない、まだまだ許してもらえるよね。え、福山さ追加できないってありえなくない？5月だよ、絶対追加できるよ。お話し会の再販さえ始まれば許されます。ありがとう、優しいね。着る毛布もそろそろ片付けられるわ、嬉しい。でも今日は朝ちょっとだけ寒かった。肌と同じで金だけもお休み必要だよね。そうだよね、そうだよな。最近マジでみんなに会いすぎてさ、会うためのメイクをさずっと、最近ほぼ毎日メイクしてるじゃん。だからさ、そうなの、髪の毛だってさしてるわけよ。痛むのよ、痛んだらね、やっぱりね、髪の毛の色もね茶色くなっちゃうので、伸びたらもっと茶色く見えるから、今すごいちょっと茶色っぽく見えるんだよね。しかも黒着てるとよりわかるよね、ちょっと明るい、染めたみたい。でもね、染めてません。友達の友達さん、え、クッキーありがとう。友達、こんにちは。ということで、まず洗濯物を取り込みます。で、洗濯物を取り込む際はこれを持っていきます。なんかこれなら、あるなんかね、花粉をねバイバイさせてくれするプラスなのね。だから振りかけます、いっぱい振りかけます。ジョン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 。これで一旦服をびちょびちょにします。そして入れ込みます。ちょっと静かにしてよ、ちょっと静かにして。よしよし、これでびちょびちょにして、びちょびちょにしました。ではこちら、おすすめの T シャツです。 T シャツたちです。おすすめなんか知らんけど、でこれで花粉を多分除去できました。そんなんでできるか知らんけど、でもさ、こういうのって気持ちじゃない？マジ気持ちって大事だと思うの。そう、干した干す服をまた濡らします、ファブリーズによって。あー、いい匂い。チーカーのなっちゃんとチーチーレモンめっちゃ売っとる。え、私そう、みんなに今日見せようと思ってたチーチーレモンゲットしました、やっと。そう、見せようと思ってた。レモン、しのさんクッキーありがとう。あしなみなみさんのほら、みなみって書かれてる。なんかさ、すごいさ、なんかさ、ほこりついとる。なんでなん？よし、よし、お腹空いてきた。よし、そしてこちら、でズボン、なんでなの、口癖なん？そうなんじゃないかな。でも普通に方言じゃない、なんでなんて。え、標準語か、標準語ではないか。マリーナさんの T シャツ、なんでマリーナさんの T シャツ着てるのって、なんか瀬戸内めぐりのとこに言われて、なんで着てるのって、なんでって言われても可愛いし好きだからって言ったら、
そうだったんだ、知らなかったって言われた。最近着てなかったけど、畳んであれ入れてたんだけどさ、ちょっとくしゃくしゃになってたからもう一回洗濯してちょっとびっしりさせたかった。ジーカーの T シャツ、春の季節 T シャツ、ロング T シャツが万全になりそうですね。ということで積み重ねました、こちらに。よし、いろんなこと聞かれるよ、うん。春のチーカーまたなれる？そう、春にチーカーまたなれます。今日はね、もうキャラ渋滞よ。トムとジェリーでしょ、クワスでしょ、でズボンがドラえもんです。ドラえもん、なんとか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 、シャラランラン、歌おう歌おう、みんなで歌おう、ドラえもん、このポケットダンダダン、ドゥルルルルルルルン、見て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 、これちいかわちんちんレモンゲットだぜ。今日普通にゲットできました、イエーイ。ちょっと ASMR し、うわーい、シャッシャッってなりました。チンチンレモン、夏美さん試験ありがとう、シチューポテト2期生のかも。ほら、またまたキャラ渋滞してるよ、やばいやばい。くー、レモン40個分のビタミン C や。うまっ、うまっ、え、うまっ。高圭さん、かわいい、ありがとう。手紙届いたらね、読むね。まだ私の手元に来てないや。タラララン、ラララ、タラララ、タラララン、ダラ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 、これお気に入りのジーンズ。CC レモン美味しいですよね、たまんない。あ、そういえばちいかわの最近朝のツイートしてない、朝のツイートちょっと結構しようかな、3月はとか言いながらしないやつ。明日しようかな、じゃあちいかわのやつ。でも明日店長で、あー、まあいいや、明日はジーカのやつをツイートしようかな。ってなるよね、ジュースとかさ、炭酸とか飲んだらさ、ふはってなる。私あれ、仕事でチョコパイ、チョコパイ幸せ。川端監督の作品ね、ありがとう、待ってくれて。ちょっともう最近マジ休みなくて、そういい意味の休み。なんかさ、今日みたいにさ、こうやってゆったりできる日もあるけど、こうなんか落ち着いて、そう落ち着いた時にさ、今日とかセトラブ、セトラブじゃない、間違えた、瀬戸
違う、スペサポの投稿とかが始まったりしてて、それもぜひ楽しみにしていただきたいんですけど、そういうのをね、とかブログとかもまとめたいなって思うから、そうメールも送るしね、結局で配信もするし、なんかちょっとみんなのこと考えてる。あやVさんありがとう。だからね、安否監督もね、なかなか私と都合が合わなくて、安否監督も忙しい方で、そう、まあ、海外でミニアニメをいっぱい撮ってらっしゃるらしいのでね、あのお互いのね時が合えばねやりたいなって思っております。一日店長って方、朝から夜まで勤務なの私。え、聞いてないよ。聞いてないよ。地方の大好きボーイさん、クッキーありがとう。明日のねやつもね、タイプ A の通常版、タイプ A の通常版劇場版、タイプ B の通常版劇場版、劇場版だっけの、そう CD タイプがあるんですけど、そのタイプ、そのタイプあと残り1種類になってるんですよ実は。だからね、嬉しい、早めにゲットしててほしい。このニットずっと探してたんだけどさ、洗濯物をするところに置いてあった。洗濯、なんか私服の洗濯するものと早く洗濯しなきゃいけないやつ分けてて、あった、これをずっと探してた。もう季節終わっちゃうじゃん、悲しいよ。あ、まだ洗濯物あった、あ、昨日着たやつですね。あ、それはこっちに洗ったな。もう雨で濡れちゃってなえたけど、でも洗って綺麗になりました。よいしょ、パンが足りない。あ、あった、あ、ハンガー足りてた、悔しい、取りに行った、まあいいや。急に暖かくなった気がする。いやもうほんとそれな、ユニバに行きやすくなったわ。ユニバのことしか考えてない。かわいい、これ中がまずかわいくない？中だけでもかわいい。そう、ボタンがこうやってここがねキラキラになってた、かわいい。これにまた違うやつを組み合わせても着れそう。じゃあちょっと干してくる、待ってて。よいしょ、ちょっとうるさくなるかも一瞬、許してね、私のせいじゃないからにゃ。よし、え、もうやりたかったこと今日できてめっちゃ嬉しいんだけど、超嬉しい、めっちゃ嬉しい。どんぐらい嬉しいかというと、みんなに会えるなっていう日ぐらい嬉しい。まだ会えてないですけど、会えた時の方が嬉しいからね。よそ、よしよし、よしよしよし、いい感じだぜ、いい感じ、いい感じ、綺麗に干してる。うわ、もうかけたのにハンガー外れちゃった、悔しい。こういう時悔しくないですか。クリップで止めたよ。そしてこちら、これとこれ、カーテンを閉めて、カーテンに
6プッシュぐらい、はい、します。こちらをこれで対策完了でございます。よし、夜に大阪駅でエニバガエルによく見かけます。あーそうだよね、カーテンの中太陽とアンピの部屋だよ。ね、花粉バリアするやつ効果あるんじゃない、分からんけど多分ね。ではどうしようかな、畳んでいく。でもさ、これ畳んでなんかくしゃくしゃになってたからもう一回洗濯したんだけど、まあ一回着るときにさアイロンとかかければいいか。ドゥ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 だよ。あー花粉、夕方になったり欲しくなった、ベランダから見える景色が昨日よりも寂しげに見えてくる。特別いたけれど、明日、明後日、レッスン着、どの服で行くのが正解なのか分からなくて今考えてる、頭の中で。あ、くしゃみ出そう。やだー、くしゃみしたくない。あー、よし、みっくんクッキーありがとう。鼻が赤くなってた、鼻かんだから。寂しげに見えてくる、大丈夫で強がりを言ったけれど、どういうつもりだったのか考えた、ずっと、全然着てないパーカーとかあるんだよな、それ着よう。よし、これでオッケーオッケー、よし、
洗濯も畳み終わった、イエーイ。外出するときの服迷うよね、難しい、わかる。ドラえもんさん、クッキーありがとうありがとうございます。やばい、くしゃみ出そうで出ない場所にいる今。出そうで出ない。あー待って、あーいいや。最近ね、100均に行ったの、なんか合間時間に。どこでだっけ、最近は何してたっけ。普段行かない100均なの。どこだったんだろうあれ。普段行かない100均、あれどこ、最近だよ。でも最近、あの最近どこ行ってた、どこ行ってたっけ私最近。で、ああ思い出した、これ100均でね売ってるんですよ。買ってきました。今日はこれを開封したいと思います。どこだっけ、ダイソーかな。広島ダイソー多いよね。で今回はあと15分ぐらいなのでチーカーを開けたいと思います。待って、やばい、くしゃみ出そう。たくさん買った、でも全部100均だから全然いい。ということでチーカーシール全50種類が入っていて、そのうちのランダム5枚が入っています。5枚入ってるのやばくない？開けていきたいと思います。寄って、ちょっと寄って、私に座る位置ちょうだい。よし、ちょっと寄りすぎ、映って。よし開封、お、あげたいと思います。まず本日のメニュー、サンドイッチ、サンドイッチ記念、かわいい。あっち、あれが写真持ってる、もら買ったカメラで写真撮ってる鎧さんと、いとよしい、かわいい。いやー、かわいいですね、かわいい。次、お、褒められリボン、かわいい。花瓶に花瓶と鉢割れとリボン鉢割れ2枚続きだ、かわいい。かわいい、目かわいい、ほんとにそれな。そして次、悲しいね、かわいそう、始まる、悲しそうそして次、たどん、うわー、ラッコ、ラッコ先輩いちごパフェ食べてる、やば、ラッコ先輩のいちごパフェはやばすぎる、やばい、最高すぎる、超やばい、最高だ。いや、かわいい、かわいいかよ、かわいいかよ。で最後の1枚、でだん、お、カエルさん、カエルさんじゃないね、カッパを着た、カッパを着たチーカーたち、かわいい。ラッコだよ、これほら、ラッコだよ、裏はこれ、かわいい。6月の季節にぴったり、いやもうこれが神だね、これ神だ。今のがね、1セットなんですけど、優勝、大優勝、チーカー優勝。今日の僕は嘘さん、クッキーありがとう。ちょっと待ってて、
お待たせしました、鼻をかんできました。そして次、最後の1枚、2枚しか買ってないから開けたいという。お話し会のカッパ、確かにお話し会カッパ着るみたいなやつやってるよね私、かわいいじゃあ次5枚。あー待って、見えた、マジかわいい、待って、やばい、かわいい、ガチかわいい、でるん、かわいい、待って、こけてるのね、かわいいね、こけちゃったの、あーこけちゃったの、これちょっとスマホの裏にしたいわ。でもスマホの裏もね、かわいいやつだから、そうチーカーの部分だけ切り取ってここ貼りたい。ちょっとこの四角入らないから。え、かわいい、超かわいい。そして次、でん、あーかわいい、え超かわいくない、踊ってる、かわいい、マジかわいい、うわーわー、かわいい、うわー、かわいい、かわいい。そして次、お、キラキラ、キラキラうさちゃん、かわいいね、いいね、ファンの人こんな感じでぜひ来てください、皆さん目立ちますよこれ。次、うん、待って、大好き、私チーカーのねタコウインナー好きなのよ、めっちゃ大好き、うーわかわいい、待って、やばい、やばくない、このひょっこり、え、かわ、え、かわいい、かわいい、え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 、なにこれ、かわいすぎんか、これ入れたい、スマホケースに、かわいすぎるわ。そして最後の1枚は、ドドン、お、ハチワレ、アイス食べてる、アイスクリーム似合うね、なんか爽やかなものが似合いますね。出なかった、え、スマホケースに入れたい、入れたい、今ね細長いこのぐらいのやつのたくさんウインナーを入れてるんですよ、ちいかわの、そう、上側の部分に入りそうかな、上側の部分のね入らないか、監視入れ替えるしかないかな、超かわいい、超かわいい、このシールたち集めちゃいたい、もっと個人的アイス8割好きになった。そうなんだ。あつよしさん、クッキーありがとう。こんにちは。全部のシールの中で優勝はこれ。たくさんいいな。大優勝。かわいすぎる。かわいすぎる。好きなの好きなの大好き。好きピ、好きピ、好きピ、好き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 。あとね、そういえばそう、みんなに見せないとと思ってた、今ねセブンイレブンで、あのヒロアカの、ヒロアカのあのくじ、一番くじやってて、私一回だけ引いたの、だってさ爆豪くんのフィギュアないからさ、言うてもって感じでさ、一回だけ引こうと思って一回だけ引いて、クリアファイルが当たってクリアファイル選べたの、でも爆豪くんだよね、かっけー、最高、そうセブンでやってるよ、みんな行くしかない、そんなふちゃんかわいい、ありがとう、大当たりだよ、本当はもっと引きたいんだけど節約を考えて加味して、え、かっこいい、あとね2枚セットなのこれ、あとあの先輩の、そう先輩方、かっけー、かっけー、かっけー、東方先輩マジかっけーよな、ねじれちゃんもマジで可愛いし、アニメの爆豪くんが男だった、爆豪くんが一押しです、一番大好き、なんかさ、まあそう、なんか大体なんか人気投票でも1位だしさ、爆豪くんなんかなんだろう、好きなのはデフォというかさ、思われてるかもしれないけどさ、違います、爆豪くんなんかみんなが好きだからじゃありません、ほんとに爆豪くんいいね、かっちゃんの良さに、でもかっちゃんずるいですよ、最初さちょっとさね
ちょっとダメな部分があって、でもどんどんそこが変わっていって優しい部分もあってっていう部分悪いですよね。かっちゃん悪いわ。マクゴク面白い。見た目の良いジャイアン。中身もねちゃんといいやつなんですよ。性格もバクゴくん、その顔が好きとかではありません。顔が好きではありません別に、じゃなくてそのアニメとして生きているバクゴくんがねいいなって推し面です。バクゴくんコーナーも作ってるぐらいバクゴくん推しなんですよ実は。なのでこのねこのカードバクゴくんを当てたい、そう思っている所存でございます。なので皆さん、あ、え、これマジ良くない？これさ、これこれだよ、バクゴくん、これ欲しいんだけど、これ欲しいの。10種類だよ私さ、今5種類買ってんの。2分の1の確率で当たるんだよ。2分の1だよ、当てたい。まあ、でも誰当たっても割といい。しがらきと、しがらきぐらい。私ヴィラン、ヴィラン、ヴィランチだから。当たることを祈っといてください。ということでそろそろ今日は配信終わります。今日も見てくださりありがとうございます。1時間という時間で、短いのか長いのか私にはちょっと分かんないんですけど、私的にはもう早く終わってまだまだやりたかったなって思うんですけど、あの準備ももろもろありますし、今から私は夜ご飯、昼ご飯というか食べたいと思います。今日のお昼ご飯はうどんです。もううどん食べたすぎてずっとうどんです。なら皆さんも今日の夜ご飯困ったりしたらうどんを食べてください。優勝大事にありがとうございます。でもさっき薬飲んだから大丈夫なはず。では明日ね、あ、今日の夜ね、あ、何時、何時だっけ。さすが香川県民、さぬきうどんしか勝たん。19時半か20時ぐらいに配信します。19時半だと思うけど分かんないから12時とか19時45分とかに配信します。会いに来てください。1時間半ぐらいしたいなと思ってます。カレーうどんいいね、かき揚げうどんいいね。ということでありがとうございました。ホワイトデーキャンポイントのキャンペーンのイベントも達成したいなって思ってて、今日入れてあと13、14、15であと3日間なんですけど達成したいので、ぜひ応援よろしくお願いします。今43ポイントくらいです。あと7ポイントくらいです。あともうちょっとなんで達成したいです。まだねクォーテートグループにも50万達成してるしメンバーがいなくて、いないので、そうそう、ちょっと狙いたいですね。ということでありがとうございました。皆さんが良い、今から良い一日を過ごせることをお祈りしております。アーメン、そうめん、はい、ありがとうございます。あとは、まあ、夜の配信でいろいろあのね、あのこれ来てくださいとかいっぱいあるんですけど、あ、スペースアポぜひ見てください。スペサポ今日からねスペサポ投稿が始まって、なんかその瀬戸内スタイルさんっていう雑誌があるんですけど、それに記載させていただくことになって、私とサラピとソラハさんで小豆島で撮影をしてきました。そのね雑誌発売が4月後半、4月末なんですけど、それまで皆さんと盛り上げていけるような企画を考えてくださって、ぜひあのスペサポ更新の日が決まっていて、私は今日と今日の 月曜
水曜木曜今週はで、その次は次の週はサラピーで、その次はソラハさん、そしてまた私に回ってきて全6投稿は絶対します。その間でも香川県の投稿はできたらいいなって思ってるんですけど、まあ、まずは6投稿は絶対します。なのであの皆さんスペサポを随時確認よろしくお願いします。であとそうスペサポに全部書いているんですけど、たくさんみんなと盛り上がって、発売日もねたくさん盛り上がって、発売されてからなんかスペサポの人にはなんか写真がゲットできる特典があったりとかするらしいので、ぜひスペサポをぜひスペサポでぜひお待ちしてます。まだ3月中旬です。間に合います。まだまだスペサポは過去に投稿した、そう各結構メンバーも結構投稿してるメンバーもいらっしゃるし、ブログよりも結構、ブログもよりもなんかなんだろう、紹介とかしてるメンバーとか、オギさんとかだったらそうハムスターちゃんが見られたり、葵さんはダンスの動画が上がってたりとか、なんかそう普段見られない動画とかが見られたりするのもスペサポなので、ぜひスペサポでもお待ちしております。いろんなコンテンツがあってね難しいと思うんですけど、スペサポ今おすすめですよろしくお願いします。です、ラトブさん好きありがとう、また夜来てください。スペサポご覧ください。で次から小豆島のね素敵な行った場所の写真とかを随時載せていきます。今回は載せてないんですけど、今回は説明で終わっちゃったんですけど、楽しみにしててください。みんなと一緒に楽しいライフを送りたい。ではありがとうございました。壇上を読みます。13 BO、 12ドラ、11ヌノラゴ、10位ドグラス、9位オカピ、8位サトピ、7位ミーくん、6位フラストフラワー、5位シオリン、4位ナトモ、3位アチヨシスキピー、2位モエピースキピー、1位マルトモちゃん大好きピー、ありがとうございます。さらに向こうへブルースウルトラということで、今日も皆さんまだまだ長い一日なのかな、わかんないけど頑張ってください。応援してます。ありがとうございました。見てくれてありがとう。お昼この時間に夜もしてるので会いに来てください。はい。